水虫検証30日目になるんですけども、昨日ちょっとこする感じで洗ったら良くなってる感じしますね。やっぱりね、ちょっとこすった方がいい感じします。マキロンつけてる右足ですけど、こんな感じ。剥がれてる部分がなくなってきたっていう感じしますからね。爪とかも入ってるわけでもなく、はい、そういうところですね。で、テルバイン X つけてる左足がこんな感じ。な感じでもうすぐ治りそうっていうのを感じつつ、マキロンを変わらず塗っていきましょう。右足に、マキロンは1日1回でいいのかもしれないですね。そんな感じはします。本当は結局に夜つけちゃってるんですけど、結局のところ一日一日の菌を繁殖させないか殺菌してしまうかで治るんでしょうねっていう感じしますね。これはい、塗り込むことできまして、でテルバイン X 左足をつけましょう。よいしょ、はい、塗り込むことができました。もうすぐ終わりそうですが、また明日報告したいと思います。それでは。